ールキーパー白井、ディフェンダー小島、庄司、井上、レオバイヤ、ボランチには藤村と梶浦、サイド右石原、左加藤純也、そして2トップ奥田と林の組み合わせ、そして岩田ですが、こちら前節から先発3人入れ替わっています。ゴールキーパー梶川、ディフェンダー鈴木優斗、鈴木海斗、中川、松原、ボランチは上原と遠藤、そして2列目金子、山田裕樹、ルドゥ、ワントップ大津となっています。高いボール押し戻されて、まだありますが、ゴールキーパー白井キャッチ、最後ヘディング松原のシュートでした。一旦下げて藤村、バイヤーに託す、石原、もう一度バイヤー、中で受けてバイヤー、左足振る、こぼれたボールは加藤の前へ、渡して右足押し込むが、フラッグ上がっています、オフサイド。今シーズンここまで5勝5敗引き分けはありません、スウェーデン金沢。さあそしてこのボールを山田直接打ってくるが、アウト。シュートの時に少し後ろから足を出したので PK ですね。まあ難しい判定だと思いますけど、レフリーとしてはもう、まあ、PK 良かったと。ボール取ってないですから、試合出て、まあ、本人としてもボール取りたいというところですね。さあ先制のチャンス、岩田、山田逆をついてしっかりと決めていきました。先制ジュビロ岩田、山田裕樹今シーズン初得点です。これで行きながら左で蹴りましたね。そうですね、まあ、彼は両方蹴れるので、まあ、この入り方だと右で蹴るかなという感じだったんですけど、キーパー、ね、白井選手も、まあ、少しちょっと逆を突かれたなという形でしたし、まあ、こうなった時のね、本当にこの今ドゥドゥ選手も狙おうとしますけど、はい、まあ、誰が蹴るか分からないですけど、遠藤選手のね、ドゥドゥが蹴ってきた、ポスト、白井が触ってなければ、まあ、素晴らしかったですね。揺らしてたかもしれませんね。まあ、また遠藤選手がいることで白井選手も難しかったと思うんですね、はい、どういう風に来るのか。直接狙ってきました、クロスバーを叩いたシュート、まあ、ただ自信があるんでしょうね、このドゥドゥ選手はね。このようにポジションを修正しながらどこを狙ってくるのか、遠藤角度をつけてきた、ドゥドゥ、ドゥドゥのシュートは、いやここも後半のを見せる白井、再三にわたるファインセーブ、これですね。これもどうでしょう、無回転のシュートですかね、いいとこトラップしましたから、こういう細かいワンプレーとかクオリティのあるプレーをいかにしていくかの積み重ねなんですね、はい。さあここは大津自ら切り開いていく、エリア中入ってきた、右足振ってクロスバー、まだあります。ドリブルしながら最終的に、まあ、キーパーの頭の上ですね、狙ったので、まあ、ポスト当たりましたけど、大津選手素晴らしい見方ですね。コーナーキックからゴール前、点々としてもう一度中に入ってくる、山田の足元収まってゴール前、押し込んだ、最後は鈴木海斗、嬉しい J 初ゴール。前半のアディショナルタイムに入ろうというタイミングで鈴木海斗、まあ、ここで上原選手素晴らしいボール、そしてまあこの山田選手ですね、この落としのしっかりとした左足のパス、このクオリティの高さ、もうしっかり狙ったところにパスを落としてますから、それを後ろから来た鈴木海斗選手がしっかりと、まあ、ゴール流し込んだという形で、リカ藤村です。2点のビハインド金沢、低いボール、ゴール直接入ってくる、金沢、最後は庄司が反撃の下ろし、2対1、こういうところですね、やはりしっかりといい攻撃をしてコーナーを奪えばこういうチャンスになりますから、宮にスッと入ってきましたね。このいいボールでしたね、藤村選手も。
戸選手の入るところも抜群ですし、下がりながら、さあそして前向きでボールを奪う加藤純也、左から石原、クロスは完全にフリーだ。いや最高に良かったですね、今の石原選手のクラス。そうですね、絶妙でしたよ。最後の林のヘディングはゴールキーパー田島正面、ただ超えるのはもう林選手は分かってたので、はい、あ、チャンスですね。さあそして鈴木優斗が持ち上がる、左、ああいい腕がフリーだ。いや素晴らしい横飛び、ここもファインセーブ、白井素晴らしい。最後5走に当たってラインを割りました、金沢ボール。まあ、でもそれだけ動けてたり状況が見えたりっていうところもあるんでしょうね。さあバギュアの強いこぼれ球はもう一度バイヤー、いやうまい、柔らかいボール、振り向きざまのシュートでしたが杉浦恭平わずかに枠の左。いや感覚持ってますね。上から高く上がったボールは競り合って後藤、山田からドゥドゥを経て松原の左足はサイドネットです。勢いのあるシュートでした。結構思い切って打ってきましたね。そうですね、左サイド流れてダイレクト入れてくる、こぼれ球かき出して手前側タッチ終わる、ここで試合終了の笛、2対1、ジュビロ磐田9連戦の9試合目、苦しみながらもリードを保ってフィニッシュ、勝ち点3をプラスしました。